滝製の熊手熊手とは、日本における、霊気の一種で、農業や庭の掃除に使われる、短い葉を荒い櫛状に並べた棒を垂直に柄に、取り付けた農具。様々な変形があり、同様な霊気類のまぐわとも重なる。熊手は枯れ葉を集めたり、干し草をかき寄せたり、土を柔らかくしたり、平らにならしたりなど、いろいろな用途に使われる。現代的な熊手は、葉が、鋼鉄、 プラスチックなどで作られているが、かつては木や中鉄で作られていたものもあった。柄は多くは竹製か金属パイプでできている。竹製のものなど、伝統的な形の熊では、葉の部分が長くて、扇子のような形で作られていることもある。農業機械に分類されるような巨大な熊では、湾曲した鋼鉄製の葉を取り付けた棒を車輪に搭載し、トラクターで牽引して使用する。 この形のものは農業機械が発達する前の農工場の時代から伝わっている。潮干狩りに使われる熊では農具とは型がやや異なる。出雲地方では馬林と呼ぶ方言がある。鳥の位置で販売中の縁起物の熊で日本では幸運や金運をかき集めるという意味を込めて商売繁盛の縁起物として熊手を飾ることがある。主に毎年11月の鳥の日に 神社で開催される鳥の位置などで販売されている。毎年、昨年度のものより大きいものを購入するのが商売、繁盛等につながるとされている。長い柄の先に、熊の手を模した鉄製の爪をつけたもので、平安時代末期より武器として使用された。敵を引っ掛けて倒したり、馬上から引きずり下ろしたりするなどの目的で用いられた。中国では、蝶を陰と発すればまず馬をいよとあるが、 原平清水機において、労務者が、昔は、そのようなことをせず、その後、そうした方が行われるようになったと語る場面があり、日本古来の弓矢の道では馬をいるという発想が、なかったことが示されており、馬から落とす手段として、熊手が登場している。方言物語に、矢で、穴が開いて沈没した船の仲間を熊手で引き上げて、助ける場面があり、 海戦では敵戦を引きつけるための武具としてだけでなく、救助具としての役割も見られる。上泉信津奈源の、訓越衆オン、戦方の中の船井草の甲に、熊手、投げ釜を用いること、船井草の古法なりと記述されていることからも、水軍において用いられる武器と認知されていたことがわかる。また、訓越州には、熊手の先だけを縄刀に取り付け、 鍵縄のようにした武器が、絵図に記されている。実例として、土佐物語巻、第十七、熊川船戦虎のことに、朝鮮出兵時、朝鮮側の番宣に、熊手で引きつける記述があり、長我壁も土地下も熊手、内張りを持って引きつけたと記されている。平家物語の記述では、平頼森は、兜の頂に熊手をかけられ、また、 平らとは受水自殺を熊までによって阻まれた。13世紀の上級期にも記述は見られ、市川慎五郎という武士が、薩摩左衛門の兜のてっぺんに打ち立てて、引き寄せ、首を打つ描写があり、河川戦闘で使用された。平将の記述からも、水辺で敵を引きつけるために使用されたことがわかり、いずれも引っ掛けやすい兜のてっぺんを狙っている。また、 武蔵坊弁慶が背負った七つ道具の一つが、熊手とされる。絵画資料としては、猛古襲来絵言葉交換一内に、薙刀を持つ武士の左隣に、その薙刀より長い柄の熊手を肩に抱えた武士の、絵画が見られる。爪は三つで、人物の背と比較して2倍の3メートル近い、長絵として描かれており、他の長ら武器と比べても長い。江戸時代初期の太平記絵巻では、 新田義定落ち越前不条時のとかの場面において、熊手を持ったとが、騎兵についていく姿が描かれ、吉助阿尊病を支持太とも軍事では、船船にて、船上で熊手を持つ姿が見られ、川や船といった水辺に関わる、戦闘の場面で描かれている。狂言の演目、ひげやぐらでは、女性が用いている。微行として、熊手と同様に、長江で鍵爪を有し、 馬上の相手に引っ掛けて落とすというコンセプトの武器は、5世紀前半のモズ大塚山古墳4号施設からも出土しており、針状武器と呼称される。ただし鍵爪は1本だけであり、針の重量は1.7から1 8キログラム。乗馬の風習がまだ定着していなかった輪において、こうした武器が登場したのは、朝鮮半島での大気平戦で苦戦を強いられたためと見られ、 ヨーロッパでこうした大規模兵用の武器が使われ始めたのは13から16世紀であることから西洋より約800年も早い登場になる。直木指導では弓といった飛び道具は卑怯とされており、因は異なるが熊手と似た武器が登場する下地がある。空手には手の5本の指を曲げた状態で力を米め硬直化させ敵を引っ掻くように過激する技があり、これを 熊手と呼んでいる。EN、レイク14時26分、23ノーベンバー2005から、翻訳、著者 EN、ユーザー、ボグダンジアスカ、EN、ユーザー、スマリンチェスターほかこの記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チズム、ヒュー、エド、レイキ、エンサイクロペディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティープレス、 ありがとうございます。